トラちゃん、でっかいトンボが飛んでるよ。夕焼けをバックに飛ぶトンボは日本の秋の風物詩ね。さて、暗くなる前に帰ろう。キャー、あら、日本の秋の風物詩、セミ爆弾ね。ああ、死ぬかと思った。マリーはビビりすぎよ。セミは南フランスでは縁起物の扱いでしょ。私フランス王妃だったけど、パリとベルサイユしか知らないし、それに虫苦手なのよね。でもトンボは大丈夫だったじゃない。まあトンボくらいは余裕でしょ。え、トンボくらいならねえ。え、なになに、なんか嫌な予感。じゃあ今日はトンボは平気なマリーに石炭機の巨大虫時代のお話をしてあげようかしら。いや、絶対自分が話したいだけでしょ。今回は歴史の話じゃないの。あら、遥か昔の話とはいえ、地球の歴史という意味では同じでしょ。え、でも前回のシュメール人の回で、人が文字で記録を始めた時が歴史の始まりだって。石炭紀は約3億6000万年前から3億年前くらいにかけての時代で、いわゆる恐竜の時代、中生代よりもさらに古い時代区分ね。この頃地球は温暖で、樹木が流星して、世界中に大森林が広がっていたとされているわ。3億6千万年前なんてどんな世界観だったのか想像もできないな。硬い幹を持った木が誕生したのが3億8千万年前だと言われていて、背骨を持つ脊椎動物はようやく陸に上がり始めたといったところね。じゃあ大型の草食動物なんかもいなくて、地上は植物の天下だったというわけだね。ええ、そこでいち早く陸上で生活を始めて繁栄した動物は節足動物、いわゆる虫よ。当時の地球は彼らにとって恵まれていた環境で、現代の我々がびっくりするような巨大なものも現れるようになったわ。あんまり聞きたくないんですけど。まあ巨大とは言っても今の虫に比べたらってことよ。何も恐竜みたいにでかい虫がいたわけじゃないわ。例えばこれ、昔アミバネムシというグループなんだけど。何これ、羽の生えたオケラみたいな。復元図では描かれていないけど、彼らにはくちばしのような口吻がついていて、植物の汁を吸って暮らしていたみたいね。昔アミバネムシはすでに絶滅したグループで、現在の昆虫に見られるより多い6枚の羽を持つのが特徴よ。ちなみに彼ら羽を持つ昆虫は地球上で初めて空を飛ぶという偉業を成し遂げたグループでもあるわ。この頃は本当に陸上の生物って少なかったんだね。で、この子たちは大体どのくらいの大きさだったの？昔アミバネムシ類のステノディクティアという種は最大で20センチメートルくらいあったみたいね。キャー、マックミニより大きいじゃん。マリー、アップル派だったのね。こんなのが玄関のドアにひっついてたら一生家に入れないよ。まあまあ、次のはもう少し大きいわよ。次に紹介するのはこのメガネウラよ。ああ、これトンボじゃん。トンボってこんなに昔からいたんだね。そう、これはトンボの祖先といえる大トンボの一種ね。トンボならまあ多少大きくても大丈夫かな。現代のオニヤンマでも12センチメートルくらいあるしね。メガネウラの大きさは約70センチメートルよ。いやいやよ、いくらなんでもでかすぎるでしょ。彼らは肉食性で地球史上最大の昆虫と言われていて、人間の頭くらいなら掴んでしまうくらいの大きさね。ちょっと雑こらやめてくれませんかね。巨大ではあるけど、現代のトンボよりも飛行能力は未熟で、その場で羽ばたいて飛び立ったり、空中でホバリングして静止することはできず、飛ぶ時には高いところに登ってからグライダーのように滑空していたと考えられているわ。なるほど、そういう面では今のトンボは進化しているということだね。ちなみにメガネウラの名前はトンボのメガネというわけではなくて、大きいことを表すメガと神経とか筋を表すネウラというギリシア語を合わせたものよ。なんで筋とか神経なの？この場合のネウラは大きな羽にある地脈という筋のことを指しているわ。ああ、昆虫の羽ってステンドグラスみたいな線が入ってるもんね。ああ、気持ち悪い。この頃の地球には鳥も翼竜も誕生していないから、メガネウラは空の王者だったと言っても過言ではないわ。ちなみにネウラは神経細胞のニューロンの語源でもあるわね。次に紹介するのはアースロプレウラよ。げ、これってムカデの仲間？すごい怖いんだけど。でもまあさっきのメガネウラが最大っていうならそこまでの大きさじゃないんだよね。あら、メガネウラは昆虫では最大だけど、アースロプレウラは昆虫じゃないからね。え、
さっきはムカデと言ったけど、アースロプレグラは正確にはヤステの仲間で、その大きさは幅約 45cm、 体長は 2m を超えるとされているわ。キャー、無理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 。まあ見た目は怖いけど、さっきも言った通り、肉食性のムカデと違って彼らは植物食のヤステの仲間。いくら大きくても人を襲うことはないと思うわ。いや、そういうことじゃなくて、こんなにでかくて長いのが無理って言ってるの。そう、実際にいたら結構可愛いんじゃないかしら。彼らは本体の他に木々の間をうねうねと動き回った足跡の化石なんかも残っていて、地面に生えていた草や苔なんかをもしゃもしゃ食べていたのじゃないかという感じね。これを可愛いという発想がわからないよ。は、パトラちゃんのせいで現代にもこんな奴らがいたらと思うと怖くてお昼寝できなくなっちゃうよ。あ、夜は普通に寝るのね。でも大丈夫、現代ではこんな大きな虫は存在できないからね。本当？私たちも現代に現れてしまう、ゆっくり界隈じゃ何が起こっても不思議じゃないよ。いいえ、彼らが存在できたのは現代とは大きく違った地球環境がポイントなのよ。ということ、初めに言ったように石炭紀は暖かい気候だったから。それもあるわ。当時は温暖な上に植物だらけで世界中が湿ったジャングルみたいな感じだったからね。でも暖かさよりも重要なのは石炭紀の大気中の酸素濃度にあるわ。酸素濃度？そう、現代の低地の酸素濃度は約 21% なんだけど、石炭紀の酸素濃度はなんと 30-35% と言われているの。なんか怪しい酸素カプセルでも濃度が 30% くらいって言ってたよ。常にカプセルに入っているような状態じゃない。私たち哺乳類は肺を使って空気を吸い込んで呼吸をするわけだけど、節足動物は肺を持っていないの。あ、入ってないんだ。じゃあどうやって息をしているの？彼らは気門という体に開いた穴から酸素を取り込んでいるわ。これは横隔膜でポンプのように空気を吸い込む肺に比べたらとても効率の悪いものよ。そっか、肺って何気にハイテクな機能なんだね。そのため現代の酸素濃度の世界では節足動物は体が大きいと全身に酸素を供給することができなくなってしまう。これが現代の虫たちが一定以上の大きさに進化しないというかできない理由よ。なるほどな。で、石炭紀のような酸素が多い時代だったからこそ虫がびっくりするくらい巨大になったというわけだね。また哺乳類や爬虫類、鳥類などの天敵がほとんどいなかったことも原因の一つだという声もあるわね。あ、でもなんでその時代はそんなに酸素濃度が高かったわけ？たくさんの木が光合成していたってのはわかるけど、木が多いのは恐竜がいた時代とかも同じってイメージがあるけど。いい質問ね、マリー。今日は調子がいいじゃない。巨大な虫がキモすぎてアドレナリン出まくったせいかな。切って死んだらどうなると思う？え、枯れたらってことだよね。やっぱり倒れてそのまま土に帰っていくんじゃない？現代では普通にそう考えるわよね。でも石炭紀には木は土に帰らない物質だったのよ。え、それって例えばガラスとかプラスチックみたいなものってこと？そんなバカな。土に帰るというのは、すなわち地面の微生物が栄養として分解するということなんだけど、木の存在が現れたばかりのこの時代、木の成分であるリグニンを分解できる生物がほとんど存在しなかったの。そんなことがあったんだ。そのため死んで倒れた木々は分解されることなく次々に折り重なり、そのままの姿で地中に埋め込まれていったわ。そして光合成は空気中の二酸化炭素を吸収し酸素を吐き出すのは知っているわよね。それで木の中に残った炭素は木材の材料などとして取り込まれているの。つまり分解されて炭素が空気中に戻らず木の中に留まったままってこと？そう、地球を覆った大森林は光合成を続け、二酸化炭素を吸収し酸素を吐く。そして炭素をその身に留めたまま延々とそれを繰り返す。そうなると大気中の酸素は増え続け、酸素濃度は上昇し、虫たちの天国が現れたというわけね。酸素が無制限に増え続ける、これはある種の地球のサイクルのバグみたいなもんだね。ちなみに今のはバグとマグ、虫をかけたんだよ。あ、そう。冷た。ところで木の中に閉じ込められたまんまの炭素はどうなったの？それらは長い年月の間に地中で地熱と高い圧力により凝縮され、現代では石炭として存在しているわ。じゃあ石炭って古代の植物の抜き殻だったんだ。
そう、石炭機の名前の由来は、この時代の地層から大量の石炭が産出することから呼ばれたものよ。石炭機の地層から取れる石炭は、純度の高い良質な無塩炭として知られているわ。ついでに言うと、質の良くない石炭は、泥炭といって、時代が浅くて、まだ木材が完全に炭化しておらず、泥と石炭の中間のような性質をしているの。泥炭が沼地や湿地帯でよく取れるのも、泥や水の中は酸素が少ないので、微生物が少なく、分解されにくくて木が石炭化しやすい環境というのが理由ね。へえ、なんかいろいろ丸へそだわ。じゃあ、なんで、その巨大虫の時代が終わっちゃったの？石炭機の流れだと、ずっと酸素が増え続けていたんでしょ？そう、まさに、その酸素が増え続けていた状態、というより、二酸化炭素の割合が減り続けていたのが原因なの。どういうこと？なんか矛盾してない？皆さんご存知の通り、二酸化炭素には温室効果があるわ。現代の温暖化の原因としての可能性は、ひとまず置いておいてね。確か空気中に熱をキープしておく性質だよね。そう。その二酸化炭素が極度に減少したことで、温室効果とは逆のことが起きて、石炭紀末期には地球が寒冷化してしまったの。あ、そういうことなのね。極地では氷河が発達し、氷が海を冷やして、地球はさらに寒冷に。寒い環境では、当然、植物の生育は妨げられ、炭素固定の勢いは下がる。その上、今度は、ついに木を分解できる菌類が誕生するわ。無尽蔵の餌に恵まれた菌類は、瞬く間に地球を席巻。大量の木材を分解して大繁栄するの。彼ら菌類の代謝、呼吸、により、逆に酸素が大量消費され、代わりに、二酸化炭素の放出が止まらなくなる。石炭紀の次の時代、ペルム紀の末期には、反対に、地球の酸素濃度は極度に減少するわ。なんか、極端から極端に触れるな。これで、虫たちも、大きいものは淘汰されていっちゃったんだね。今度は激しい温暖化の上、より悪く、地上でも海底でも、巨大な火山活動が活発に。灼熱の溶岩が地中に蓄えられた大量の石炭に引火し、海底ではメタンハイドレートが蒸発して、大量のメタンと二酸化炭素が放出される。確か、メタンもすごい温室効果があるんだよね。様々な要因が重なって、地球は極度の高温、乾燥、低酸素状態、海は強い酸性となり、まさに地獄と言っても差し支えない環境になったわ。極度の高温、乾燥と低酸素。具体的には、現代の海面温度は25から30度 C くらいに対して、ペルム紀末期は約40度 C。低地でも酸素濃度は 15% 以下に。これは、現代の標高3000メートルの酸素の薄さに匹敵するわ。まさにこの世の終わりみたいな世界だね。実は、恐竜の時代の前のこのペルム紀には、哺乳類の祖先とも言える単球類という、大型動物や両生類、爬虫類が、豊かな生態系を築いていたんだけど、この環境の激変によって、地球上のすべての生物種の 95% が絶滅したとされているわ。これが、ペルム期末の大量絶滅、PT 境界事変よ。95%? ええ、恐竜が絶滅した白亜期末の大量絶滅が 70% ほどだったことを思えば、いかに、この被害が凄まじかったかがわかると思うわ。まさか、虫が巨大だった原因から、こんなことにつながるとは、地球の生物のバランスが取れてなかった時代がゆえの悲劇だね。ええ、その生き残りの 5% の子孫が私たちだということよ。システムのバグの行き着く先って本当に恐ろしいわね。永遠とガチャで SS レアを引き続けた結果が私たちということだよね。ほんと、こうしてゆっくり解説動画とか作ってるのってどんな確率よって感じね。というわけで、これがペルム期末の大量絶滅じゃない、石炭紀の巨大虫時代の解説よ。話がそれたせいで収集がつかなくなった感じだね。まあいいじゃないの。関連する話として必要だったんだし。っていうか虫だけじゃ全然尺が足りなかったしね。あ、メタ的な視点もさらけ出すスタイルでいくの？まあ、ペルム期末の大量絶滅に関しては別枠で詳しくやろうとも思ったんだけど、このくらいのざっくり解説でもよかったかしらね。そんなこと言って、せっかく主役だった巨大虫たちがかわいそうじゃない？まあ、もう、この地球上では存在できないんだし、文句も言ってこないでしょ。まあそうだよね。はははははは。というわけで。ご視聴ありがとうございました。